クルドの旗、またはクルディスタンの旗には細部の図柄の異なる旗が多数ある。クルドの旗の原型は、クルド人がオスマン帝国からの独立運動を行っていた頃に初めて登場したとされる。また1920年代、クルド民族主義運動の法部分によって作成されたともされる。法移分運動から拡大した反乱により、現在のトルコ東部のアーで、 クルド人らによって成立した国家、アララト共和国ではこれに似た旗が掲げられた。1946年にイラン北西部でソビエト連邦の後ろ盾により成立した傀儡国家、マハバード共和国では現在のクルドの旗と同様の旗が国旗として使われた。現在はイラク領のクルディスタン地域の地域政府旗となっているが、それ以外のトルコやシリアやイランといった クルド人の多数住む国では、形容が禁止されている。イラクのクルド民主党は、半世紀以上この旗を使用しており、旗の衣装の意味を次のように説明している。クルドの旗は、水平三色旗で、上から赤色、白色、緑色となっている。赤は、クルディスタンを守るために流された人々の血と自由と、尊厳を得る日まで続く戦いを、白は平和と平等を、緑は、 クルディスタンの風景と美しさを表している。旗のちょうど中央には21本の光を放射する金色の太陽が描かれており、黄色は人々の生命と明かりの源を表す。旗の縦方向の幅を2.0、横方向の幅を3.0とすると、太陽の直径は光線の長さも含めて1.0であり、光線を含めないと0.5になる。 光線は同じ形と大きさで、側線は直線上であり先端は鋭く尖った三角形をなしている。太陽本体に接する部分では、隣同士の光線の間には空いている空間はなく、太陽本体の外周はすべて光線により取り囲まれている。太陽は光線のうち一番上に位置する光線の向きがちょうど垂直になるように配置される。太陽は 古代からのクルド人の宗教的及び文化的な象徴で民族宗教のヤズイリーにその起源があるとも考えられる。日光の21という数はヤズイリーの信仰の中では重要な数であり、クルド人を祝うノールーズの祭りに関連付けられることもある。オスマン帝国時代、クルディスタンにはクルド人アミールによる摂取制の主張国がいくつかあり、 自治の幅は様々ながら、国境に近く勢力も強い部族の主張国は大幅な自治を得ていた。19世紀に入り、オスマン帝国の中央政府による統治が強い。1816年から1835年にかけて、現在のイラク北部で完全独立を宣言したソラン主張国、1922年から1924年にかけて、 現在のイラクのスレーマニアで独立を宣言したものの、イギリス委任統治領メソポタミアの一部とされ、イギリス軍により滅ぼされたクルディスタン王国は、現在のクルディスタンの旗とは異なるデザインの旗を使用していた。1927年から1931年にかけてトルコ東部に生まれ短命に終わったアララト共和国は3色の旗を使用したとされる。 イラクの国旗が2008年に新しく定められるまでの間、イラク戦争後のクルディスタン地域では、バーストー及びアラブ民族主義のシンボルが含まれていると見られた。従来のイラク国旗は形容されず、バーストーが政権を握る以前のアブドルカリームカーシム時代のイラク国旗が形容されていた。カーシム政権の時期のイラク国旗には、 クルド人を象徴する黄色い太陽やシリア人を象徴する赤い星も含まれているが、バースト時代に入りこれらは取り除かれている。2006年、クルディスタン地域政府の大統領マスウード・バルザーには、イラク国旗の敬揚を禁止し、その代わりに地域政府の建物にクルディスタンの旗を敬揚し、イラク国内のアラブ人、及び隣国トルコの政府との間で緊張が高まった。 イラクの首相ヌーリー・マーリキーは首相府を通じ現在のイラク国旗は議会が憲法に基づいて国旗問題に関する決定をするまでの時期イラク国土のあらゆる部分で掲げることのできる唯一の旗であるという短い声明を発表したバルザーにはこの直後イラク国旗を地域政府庁舎に形容するのを禁じた命令に抵抗した アラブ人の指導者らに対し彼らが排外主義者でありクルドの人々に自分たちの意思を強制しようとしているとクルド民族議会で攻撃を加えた。一方、トルコの外相であるアブドゥラーギュルはテレビのインタビューに対してイラクがクルディスタンの旗の形容を自国内で認めるようなことがあればもうおしまいだと述べた。2008年のイラク国旗案でも クルド人を象徴する黄色や太陽を用いた案も、いくつかあったが、これらは採用されず、バーストを表す三つの星が取り除かれただけだった。しかし、2008年のイラク新国旗制定の後、クルディスタン地域でも新イラク国旗は形容されるようになった。クルディスタン亡命議会の旗1995年4月12日、オランダのデンハーグで、初めての クルディスタン亡命議会の会合が持たれた。この会議では各国の主なクルド人政党の色を組み合わせた三色機が用いられた。緑色はイラクのクルド愛国同盟、黄色はプックとイラク北部で勢力を2分するクルド民主党、赤色はトルコのクルディスタン労働者党を象徴する。しかし亡命議会は PKK が主導し、プックと PDK は 協力を拒んだため、これ以後この旗が用いられることはなかった。トルコではこの旗も形容が禁じられている。ヤズイーディの旗クルド人に多いヤズイーディ教徒の旗は水平三色期で上から順に緑色、赤色、黄色とヤズイーディの伝統的な三つの色を用いている。緑は自然と幸福を、赤は殉教者の地を、 黄色は日中に輝く太陽の光の色を表す。ヤズ ED の祭日にはこの旗が掲げられる。ありがとうございます。